皆さんこんこにちは命を守る参議院議院員の川田隆平です、えー、ちょっと暖かくなってきて、少しちょっと朝の、えー、寒暖差というよりもちょっと少しですね、今日も今朝は少しあったかいなという感じをする朝の始まりでしたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。えーまあ、ちょっと今、ロシアとウクライナのことで、非常にその戦時というか、ですね今はちょっと戦争になっていて、 まあ非常にその落ち着かない毎日を皆様もお過ごしのことだと思います。で、今、国会の方もですね、今、予算委員会が進んではいるんですが、なかなかあのまあ糸口がない中で、今の予算審議というのも、そのまま進んでいってしまっているというところを感じております。そして衆議院では、本会議で法案の審議なども始まってきて、 に会期末ではなく、間違えました、年度末、年度末に向けて、今、少し、えー、国会の方も新しい日になってきて、日々になってきております。そして7月の10日の参議院選挙に向けて、各候補者の方なども動いていて、党大会もありましたが、非常にその今、活発に動いている時期になってきております。 えそして私の方もあの来週ですね厚生労働委員会の大臣所信に対する質疑えそれから予算委員会なども入ってくると思いますのでまその今質問の準備やえそれからえ視察に行ったりとかですねまあいろいろとえそういった計画を立てていることもあってま非常に忙しい毎日になっていますえそれから党務もですねまこれも毎日のように今党のえ部会のえ会議がありましてまそちらでも 今朝も厚生労働部会などありましたけれどもそうした部会では例えば雇用保険法の改正の問題ですとかそれからその他にも今やらなきゃいけないこととしては困難な女性を困難な女性の問題を困難な問題を抱える女性への支援に関する法律案ということでこれは売春防止法という昔作られた 法律がそのままですね女性の支援については女性を保護やそれから補導する、まあ、そういった売春の,の方からまあなんとかこう救うみたいな形の女性を支援策だったわけですね。女性の支援策としてまたそういったその歩道とかそういったあの形での女性の支援ではなくって本当にそういう困難な問題を抱えている女性を まあこの一人の人としてですね、ちゃんと自立できているような形で支援していくというようなことも含めて、今回、この法案をもう一度、これから作り直していくと、本当に今までは売春を行う恐それのある女子の保護構成を行う売春防止法ということだったものを、これからその女性が日常生活や社会生活を営むにあたり、女性であることにより、さまざまな困難な問題に直面するということを、 これを解決するための人権が尊重されて女性が安心して自立して暮らせる社会を実現するというための法律に作り替えていこうということで今、超党派でこ与党も,野党も野党も提案したんですけども今、与野党で今そういった法案をそれぞれ持っていたものを調整して与野党で合わせてそういった法案を議員立法として提案していこうという形で。 買収防止法も3章4章削除するなどしてですねそういったその女性を支援するための法律っていうのをしっかりしたものにしていこうということで理念から含めて書き換えていくということが今行われている作業としてありますそういった法案のこともそうですしそれから議員立法だけではなくて各法としてのそういう雇用保険法改正の議論などもありますので そういったことを今のほか今、政調の方では、そういった日々の法案の審議だけではなくて、参議院選挙に向けた公約づくり、これも一般公募をですね、2月28日まで行って、約1000件の方、1000件の課題というかです、ね、1000件の公募があったということですし、それから地方の都連とか県連とか、 フレーンとかですね、そういったその地方の,あの党の組織からもですね政策についてのご意見を募集してそれが28日に集約されていくということでちょうど昨日までだったのでそういったものをこれから党の政策としてしっかりこれをあのタイトルですね昔あった例えばコンクリートから人へとかいろんなそういったその 政策のです、ね、柱となるようなものをこれから出していけるように、これを成長の三役で、政調会長、政調会長代行、政調会長代理、それからその成長の副会長、筆頭とです、ね、そういったその5人で今、今6人で今、議論しているんですけれども、その成長の三役会議というのに今入って、今、毎週2回、その会議をしています。 で今週末にかけてですね、まあそれをまあこん,んとか、えー、形にするべく、まあこれ集中的に議論していこうということにもなっておりますので、まあそういったことなども、えー、まあ日常の活動と合わせて準備をしながら、えー、中期的なその目標に向けて頑張っているところです。まあぜひあの皆さんからのまあそういった公募もですね、まあ本当にあのちょっと締め切ってしまったんですけれども、まあぜひ皆さんのそういった意見をプロセスとしてちゃんと盛り込んで。 民主主義にも,もっとってですねそういったいろんな人たちの意見を盛り込んだ形で党の政策として練り上げていくっていうことを、まあ、この3月にやっていく、まあ、その作業をですねやっぱ本当これ急がなきゃいけないと思っておりますのでこの3月にしっかりまとめていきたいなと練っていくことをしていきたいなというふうに思っております。まあ、ぜひあの今本当ちょっとコロナ もそうですけれども、まロシア情勢もそうですし、ウクライナのこともそうですし、ま本当に今いろいろと新しいですけれども、まその中でやっぱりぜひしっかりとこの落ち着けてやっていける作業も進めていきたいというふうに思っておりますので、ぜひ今後とも注目いただければというふうに思っております。今日も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また引き続き報告させていただきます。ありがとうございます。